はい、オルガンライフです。今日5種チーズのマルゲリータ風このスパゲティ買ってきましたね、ファミリーマート。これマルゲリータピザだったかな、あの味がしますね。でこれファミマだったらどこでも売ってる、そう思ってたら違いますね。あの扱ってない店もある。まあコンビニ仕入れはそれぞれの店に準じますからね。ただこういうものもそうなのかなって。あのうちの一番近くの店にはないです。ただ2つ目に近いところ、そこにもありましたね。ただ最近のファミマ開けるの楽になりましたね。ファミマに限らないのかな、このスパゲティの麺の中にもチーズが入ってますね。かかってるだけじゃないです。だからこれあったかい時に食べないといけないですね。一回冷やしてしまったらもうカチカチでしたね。全然こうフォークですくえない、そんな感じでしたね。かかってるこの赤いソース、ミートソースというよりもうトマトソースですね。肉の感じはない。でここにバジルがかかってますね。このソースだけでも美味しいのかな。ソースだけだといまいちですね。麺を絡めて麺の中のチーズと一緒に食べないといけないですね。そのコンビニってパスタ類って販売してる、確かに昔本当にいろいろなパスタがあったような気がする。ただ最近スパゲティばっかですね。もっと昔ペンネとかあったはずですよ。ペンネ、マカロニ、いろいろなパスタがあったはずなのに、もう今パスタといったら 100% スパゲティみたいな、そんな感じですね。もうこの時点で硬いわ。コンビニで温めてもらったんですけど、家で温めた方がいいですね。食べる前に温めないといけないですね。あとちょっとチーズだけの方食べてみます。チーズだけつってもトマトソースすくっちゃいましたけど、パスタ、スパゲティ系が好きで、さらにチーズが好き、そういう人のおすすめですね。トマトソースとチーズがっつりな味ですね。まあ、ただ食べる直前に加熱してください。そうしないと硬いです。これはおすすめです。ぜひ食べてみてください。ではバイバイ。